ブロードウェイと西125丁目の交差点からハドソン側のある西側を見る。頭上に見えるのはニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番街線の125丁目駅。125丁目はニューヨーク市マンハッタンクハーレムを東西に貫く両方向通行の通りである。東は一番街とウィリスアベニュー恐竜ニューローとの交差点、西は ハドソン川沿いのヘンリー・ハドソン・パークウェイとの交差点が終端となっている。五番街との交差点より西側が西125丁目、東側が東125丁目となっている。125丁目はハーレムのメインストリートと考えられており、キング牧師ことマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの名を取り、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア・ブールバードとも呼ばれている。 125丁目は1811年委員会計画で、付設が決定され、マンハッタン区の方角設計において、幅100フィートの東西に伸びる15の通りのうちの一つとなった。世界的に有名なアポロシアター通りの西側は、ヘンリー・ハドソン・パークウェイへのインターチェンジと130丁目との交差点から始まり、モーニングサイドとマンハッタンビルの間を南東に向かって走る。 その後、モーニングサイドアベニューとの交差点より真東に進路、カエニバ番街との交差点東側で、ロバート海ケネディ橋への流入デジが分岐する。125丁目はそこから1ブロック東の1番街と、ウィリスアベニュー恐竜ニューロとの交差点が終端で、FDR ドライブの南行に進入可能である。沿道の名所としては、アポロシアターや、 アダム・クレイトン・パウエル・ジュニア・ステート・オフィス・ビルディング、ホテル・テリーザ、ハーレーム・スタジオ・美術館、マウント、モリス・銀行・ビルディング、ハーレム・チルドレンズ・ゾーン、セント・ジョゼフ・聖家族協会、ウェスト・エンド・シアターが挙げられる。近くのリフトは、イースト側から、ニュージャージー州まで125丁目の下を通っており、125丁目、断層あるいはマンハッタン・ビル断層と呼ばれている。 この断層の活動により1737年にマグニチュード5.2の地震、1981年に2回の小規模な地震、2001年にマグニチュード2.4の地震が発生したと考えられている。断層線はセントラルパーク直下を横切りルーズベルト島まで続いている。また、この断層の亀裂が深かったことから、 ニューヨーク市地下鉄 IRT ブロードウェイ -7 番街線はトンネルが建設できずやむを得ず122丁目と135丁目の間を高架橋で通過することとなった。125丁目には西から東へ向かって以下のニューヨーク市地下鉄の駅がある以下のニューヨーク市バス路線が125丁目を運行している。 区間を表記しているものはその区間を125丁目経由で走行しており、道路名のみのものはその道路との交差点にバス停がある、パークアベニューとの交差点にメトロノース鉄道ハドソン線、ハーレム線、ニューヘイブン線のハーレム125丁目駅がある。現在順次建設が行われている IND2 番街線は将来的に既存の IRT レキシントンアベニュー線125丁目駅。 およびメトロロース鉄道ハーレム125丁目駅に接続する駅を北側ターミナル駅とする予定である。ありがとうございます。